皆さんこんにちは。私は今日はちょっと本当は釣りに来る予定の日じゃなかったんですけど、釣れているお魚がいるっていう情報を聞いて、ユマヅメの数時間だけなら釣りに来ることができそうだったので、こちらの釣り場の方にやってきてみました。お、めちゃくちゃ空いてる。改めましてこんばんは。釣れない釣りログのあきです。今日は久しぶりに都内の海へとやってきました。あ、クラゲ。穏やかな空気の流れる海岸線。早速釣りを始めていきます。今日私が狙っていくのはカレイです。カレイが釣れているっていう情報を耳に挟んだので、どうしても釣ってみたいと思って、今日はこちらで狙っていきたいと思います。それでは準備していきます。釣れてる時間は夕方少し暗くなってきてからみたいなので、気長にちょっと竿を出して置いておこうかなと思います。本日の購入品はこちら。いつものちょい投げ仕掛けとちょい投げ胴付き仕掛け、あとは鈴、そして主役の登場です。青い染めを買ってきました。重めの重りを持っていなかったので、手持ちの軽い重りを胴付き仕掛けに2個付けして、得意の青い染めをつけていきます。カレイというお魚は一体どんな風に食いついてくるのだろう。マダミのお魚を想像しながら餌をつけていきます。仕掛けをそっと海に沈めたら、もうあとは待つだけです。可能性を上げるべく2本目の竿も準備します。こちらの竿にはちょい投げ仕掛けをつけていきます。ジェット天秤に仕掛けをセットしたら、また青い染めをつけて海の底で暴れていただきます。あとは待つだけです。今夜は街のリンリン釣り、鈴をつけるのもまた楽しみの一つです。まだ見ぬカレイに思いを込めて、この鈴が鳴る瞬間を待ってみます。私にできることといえば、時折餌に異常がないか確認することと、お隣で釣りをしている方をチラ見させてもらうくらい。あとは運を信じるだけです。まだ全然寒さは感じてないんですけど、ここから暗くなってきたらどんどん寒くなりそうなんで、ちょっとそれだけが心配です。ととりあえず待つしかないので、ひたすら待ちたいと思います。通り過ぎていく屋形船、明かりの灯った提灯が夜の始まりを教えてくれます。暗くなってきました。まだ何の反応もありません。一匹でもいいから釣りたいです。夜の寒さに備えて最近ハマっている激アツの北海道、冷え込む前にしっかりと仕込んでいきます。夜に備えてこちらも準備していきます。暗闇の中でも当たりがちゃんとわかるように竿先用の明かりをつけていきましょう。2つのライトを点灯させたら、来たるその時に向けてひたすら待ちます。辺りはすっかり暗くなり、そろそろ少しくらい反応があってもいいのではと誘いを入れてみたりして釣りを続けます。6時半を回りましたが、まだに反応はありません。現在時刻は7時15分を回りました。当たりもないし、隣の人も誰も釣れてない、そんな状況です。釣れたらいいけど、釣れない夜もそれもまたいい。こうやって微動だにしない竿先を眺めて、穏やかなこの時を楽しみます。時刻は間もなく9時を回るところです。全然当たりすらありません。この海にカレイがいるっていうのは伝説なんでしょうか。今日はこの海にカレイはいなかった、そういうことにして引き上げるのもありかも、そんな風に考える時間になってきました。しかし海の神様は、今夜は奇跡のように私にドラマを与えてくれるのです。なんとなく感じた違和感、恐る恐る竿を持って少しだけ巻いてみることに。しかしかなり不確かな手応え、ついていると断言できない微妙な感覚。念のため玉を近くに準備し、再度カメラが回っているかを確認して、一か八か巻き上げてみることに。少しずつ巻き上げ、徐々に水面が近づいてきます。水面が近づいてきたことに気がついたのか、先ほどまでの静けさがまるで嘘のように抵抗する何か。急いでタモに手を伸ばし、抵抗して潜ろうとする何かをこちらも必死に捕まえようとします。タモと竿を一人でコントロールするのは本当に難しく、お願いだから切れないでともうとにかく必死で無我夢中で何かと格闘していきます。戦いの末、ついにその時が訪れます。なぜだか焦りまくる私。それもそのはず、私の目の前に上がっているお魚はなんとカレイのダブルヒット。すごい、これがカレイ釣れると思ってなかったので手が震えてます。まだやばい、いるんだ。諦めかけた頃、狙いのお魚のまさかのダブルヒット。私はついにカレイを釣り上げることができました。時刻は10時を回りました。切り上げてお家の方に帰りたいと思います。まさか釣れると思わなかったので本当に嬉しいです。今日は居酒屋開店決定です。狙いのお魚、ダブルヒットで釣れてくれたカレイをお料理していきたいと思います。まずは鱗から取っていきます。細かくびっしりとついたカレイの鱗、裏側にもあるようなので、こちらも念入りに取っていきます。そういえば大きさを測るのを忘れていました。だいたい28センチくらいありました。頭を落として内臓を出します。まずはカレイの5枚おろしのさばき方を調べながら工程通りに進めていきます。今まで釣ってきたお魚とは全く違う形をしているカレイ。骨の位置や体の作りを刃を入れながら学んでいきます。綺麗なカレイの身は皮を剥いだらお刺身用に切り分けたり昆布で挟んだりしていきます。もう一匹は煮付けにしていきます。裏側から切れ目を入れて内臓を出します。カレイがちょうど入りそうなフライパンに醤油、みりん、お酒をちょっと、お水を入れたらお砂糖とたっぷりの生姜を入れていきます。軽く煮立たせたらいよいよカレイを煮つけていきます。いい匂いがしてきたら完成です。カレイが釣れたらやっぱり食べたい。煮付けは王道の一品。甘めの汁と生姜の香りが優しいカレイの味を引き立てます。癖のない綺麗な白身はお刺身と昆布締めで、昆布はお酒で湿らせたので短時間でもしっかりと味が染みました。奇跡のように最後の最後で2匹同時に釣れてくれたカレイたち、命に感謝していただきたいと思います。釣れたてのカレイの身は癖がなく上品な旨みがあり、個人的には昆布締めが大正解。本当に美味しかったです。またぜひ狙いたいカレイを魚に、今夜も最高の宴となりました。今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。狙いのカレイが釣れてくれて、今回は本当に嬉しい兆候となりました。冬の夜釣りはまだまだ冷えますが、私の夜釣りブーム到来。次回の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。釣れない釣りログ秋。